何があった？わからない。ベンは何をしてるの？では、私の弟子たちを調査に向かわせましょう。ん？承知いたした。失礼する。私の古い友人イエンシッドは、マスターから身を引いた後も、絶えず光と闇の動向に目を向け、我々キーブレードの使い手の進むべき道にしるべを与えてくれている。そのイエンシッドからの報告では、光のプリンセスに脅威が迫りつつあるという。しかもその脅威は闇だけにあらず、言うなれば負の感情にのみ芽生え溢れ出す存在。イエンシッドはこれを生命に精通しないもの、アンバースと称した。キーブレードの使い手として光に侵食し、闇との均衡を崩そうとする脅威、アンバースを放ってはおけない。またこの矜持を伝えようとしたが、マスターゼアノートとの連絡が途絶えた。この事態と無関係ではあるとは思うが、嫌な予感がする。マスターゼアノートが。そこでお前たちには事態の収拾に努めてもらいたい。アンバースの討伐とマスターゼアノート捜索だ。異空の回廊を開いておいた。本来行き来ができない外の世界に通じる禁断の道だ。多用すれば心を闇に囚われるが、鎧がそれを守ってくれる。また世界の秩序のために、他の世界のことは他言してはならぬ。それでは心して頼んだぞ。はい、はい、テラ、こたびの任務の働き遺憾では、マスター承認を再考したい。私はお前を本当の息子のように思っている。できることならばすぐにでもマスターの称号を与えたい。だがお前は力にこだわりすぎるのだ。テラよ、敗北を恐れてはいかん。恐れが力に執着させ、執着が闇を呼び込む。忘れるでないぞ。ありがとうございます。そのお気持ちに必ず応えてみせます。